おはようございます。音楽プロデューサー、そしてグラミー賞研究家のウェルカーマンです。日本人初のグラミー賞主要4部門にノミネート、そして受賞されるプロジェクトメンバーであることを夢見て日々活動しております。このミュージックビジネスセッションでは、最新の音楽ビジネスニュース、エンターテックについて僕なりに解説していくポッドキャスト番組となっております。今回ピックアップする記事はですね、エンガジェットより Spotify 定額オーディオブックの、ストーリーテルと提携、50万冊を聞き放題にというタイトルでございます。音楽ストリーミング大手の Spotify は、オーディオブックのサブスプリクションサービスストーリーテルのユーザーがアカウントを Spotify にリンクすることで、年内に Spotify のプラットフォームからオーディオブックを聞くことを可能にします。ストーリーテルは世界25カ国で展開されている定額で50万以上のオーディオブックが聞き放題になるサービス、過去日本には含んでおりません。現在ユーザーは専用アプリでオーディオブックを聞くことができます。しかしリンクが有効化されれば、 Spotify アプリの中でオーディオブックの再生も可能になり、ストーリーテルのアプリは実質的に必要なくなります。これは Spotify がポッドキャストサブスプリクションプランと同時に発表したオープンアクセスプラットフォームを利用する事例の一つです。オープンアクセスプラットフォームを使えば、クリエイターやパブリッシャーが Spotify のログインシステムを利用し、さらにそのプラットフォームを通じてコンテンツを配信できます。Spotify はオーディオブックはオープン、プラットフォームを使って利用できるオーディオの一つの形式にすぎません。オーディオの可能性は無限ですと述べ、他にも様々なオーディオサービスを統合していくことに意欲を示し、今後後半はさらに追加の情報を提供するとしております。はい、今回はちょっと短い記事なんですが、まずピックアップしておきたい部分ですね。オーディオブックのアプリケーション、ストーリーテルがですね、Spotify とリンクすることで、ストーリーテルの、サービスですね、サービスを Spotify でチェックできると。まあ、いわゆるオーディオブックを Spotify で聞けるようになると。ここがまず一つポイントになってくるのと、で、これをですね、いわゆるコネクトさせるオープンアクセスプラットフォームという技術を使っていけば、Spotify にどん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 合体していくと。いろんな、クリエイターやパブリッシャーの方が、作ったサービスを Spotify が吸収していく、合体していくことによって、 Spotify のサービス一つで全てオーディオ関係に関しては楽しめると、そういう技術ですね。これは例えば Facebook が Instagram を買い取ったりとか、まあマイクロソフトが、Skype を買収したりだとか、まあ今までのその大手企業が、さらにサービスを拡大していく上で非常に重要な買収というかね、まあいわゆるそのバージョンアップですよね。ここに関して Spotify が積極的にやっていこうっていう意向を示すということは、まあ例えば日本でしかないオーディオブック系のアプリケーションも、Spotify とリンクすれば、もうすべて Spotify だけで楽しめるようになってくると。こういったところが可能になると、あらゆる音声にまつわるプラットフォームとの連動があり、まあ、例えばクラブハウスとかもね、連動したりするかもしれませんし、もしくはああいう音声 SNS と言われるものが、Spotify の中にできてくるかもしれませんが、まあ、とにかくサービスがですね、すごくこう多様化していく中で、一つのプラットフォームで楽しめるということは、まあ、いわゆるGAFAM プラス M、 GAFAM っていうんですか、Google、Apple、Facebook、Amazon、そして Microsoft、この後に S、ステラも今追加されようとしておりますが、そこにね、S、Spotify が入ってくるということになってくれば、まあいわゆる音楽としてオーディオとしての価値をですね、提供してくれるということは、僕らにとっても嬉しい、音楽業界の人間にとっても嬉しいことですし、まあ、Spotify の飛躍を期待しているというところでございます。はい、でですね、今回はまあこの記事なんですが、ちょっと僕の個人的な問題定義というか、考えていかないといけない部分なんですが、音楽ってそもそもね、
もともとはこうミュージシャンたちのセッションする音楽を楽しむ、まあ演奏家たちのいわゆる曲を演奏したりする、楽しみだったりとか、まあ、アート的な分野だったりとか、でそこからビジネスが始まっていき、まあ、歌詞に重みがついたりしながら、その発信する人、歌を歌う人とか表現する人の価値観とかね、発言力とか、人間力みたいなところが評価され、さらにいわゆるカリスマとか、スーパースターなんて言われる、時代を牽引しながら、なんていうかな、そのカルチャーの象徴みたいなね、そういったこう手の届かないなんかこう映画とか、アニメとかの、まあ、スーパーヒーローになっていくようなね、アーティストと言われる人たちは、さまざまな音楽を通じて、日常あふれるものから、手に届かないスーパーなものまでを音楽っていうのは表現してくれてると思うんですね、はい、例えばマイケル・ジャクソンだったりとかスティービー・ワンダーだったりとか、まあ、現代のブルーノ・マーズとかね、ああいったスーパースターたちが、レディー・ガガとかマドンナとか、ああいうスーパースターたちに憧れ、そして音楽を好きになっていき、自分磨きをするみたいなね、まあ、いわゆるカルチャー を作っていく人たちでもあるわけですよね。とはいえですね、僕の周りにもいっぱい素晴らしいミュージシャンがいてますが、まあ、音楽を楽しむセッションをしたりとか、例えば小さい子がピアノを弾いて、発表会をしたりだとか、まあ、そういったこのローカライズ、身近なものでもあるというね、音楽はそういったところで言うとすごく幅広い、分野で、日常から、遠いスーパースターまでが一つのこの音楽というカルチャーでね、育んでいかれているわけですよね。ここは皆さんご理解いただけると思いますし、ちょっと説明も、なんとなくこう皆さんと共有できているのかなと思いますが、ここからですね、例えばテクノロジーの発展だったりとか、デスクトップミュージック、いわゆるパソコンで音楽を簡単に作れてオリジナルが作れるようになってきたりだとか、あとはそのアルゴリズムですね、このテクノロジーの、発展により、それぞれに合わせたキュレーション、要は、リスナーにとってね、聞きたい音楽はこれだっていう、要はパソコン側がそのテクノロジーとか AI の技術を使って、推奨してくれる、まあ、キュレーションの、技術とかが発展していき、みんなが求めるスーパースター像っていうのが分散していき、今は分散していってますよね。はい。で、さらに追い打ちをかけるように、日常にあふれるものでありつつも、やっぱりこう技術的に習得しないとなかなかリスペクトされなかったりとか、そういった、まあ、いわゆる演奏を素晴らしい演奏をしたりとか素晴らしい表現をする方が、音楽のプロになっていくという、こう道筋がですね、テクノロジーとか、まあ、パソコンの、発展によってですね、境目がなくなってきたと。で、とはそう言いながらも、もうしかも Facebook の機能で簡単にね、なんか有名なアーティストのカラオケをオリジナルのメロディに変えて、チャット的に遊ぶようなアプリケーションが出てきたりとかして、要はオリジナルの楽曲自体も簡単に作れるようになってきたと。ということでですね、この日常からスーパースターまでの距離感がですね、どんどん縮まっているように、僕は感じています。そしてスーパースターの分散化が行われてますね、例えばアベンジャーズとか、まあ、そういったそのアメコミって言われる、ああいう映画もそうですが、スーパースターがいっぱいいると、いろんなヒーローがいると、キャラクターに応じてヒーローが変わると、まあ、そういったことも行われているこのエンタメの世界で、こうピラミッド型のトップオブザトップのスーパースターっていうよりかは、ユーザー、オーディオ好き、音楽好きに合わせたスーパースターが多数いるというような状況になってきました。はい、ここまでは、今までの経緯ですが、じゃあこれからどうなっていくのかというところで考えたときにね、今まではその耳で楽しむものっていうのは音楽だっていうのが一番皆さんの印象に残ってくるキーワードだったはずなんですが、例えばオーディオブックが出てきたりだとか、ポッドキャストが出てくることによってね、要は
もちろんあの音楽音声だけでは音楽が一番強いかと思いますが、まあ、いわゆるお笑いももちろん強いですし、落語とかも強いでしょうし、さらにはそういったこう音声ストーリー的なねものだったりとか、まあ、ドキュメンタリー的なものだったりとか、あとは経済、ビジネス、そういったね、音声だけで情報を得るようなものがですね、どん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 頭角を現してくると。まあ、もちろんねラジオは、音楽だけではない、いろんなニュースだったりとか情報発信していますが、まあ、そういったね、まあ、ラジオが発信しているようなことがよりインターネット上で、情報が多数のジャンルにわたり発信されていくということはですね、素晴らしいことなんですけれども、音楽の価値っていうところが少しずつ下がってきていると感じています。それはあの冒頭にお話しさせてもらってた、そのスーパースターが、身近になってきたっていうことだったりとか、オリジナル楽曲が簡単に作れるようになってきたりだったりとか、あの一定の技術を養わないとできなかったことが簡単にできるようになってきたっていう、そのテクノロジーの発展と合わさって、身近になりすぎてきていると、そして価値がちょっとずつ薄れているというところに、僕はちょっと音楽に対しての危機感を、今感じたなという、そんなニュースでした。ニュース自体はね非常にシンプルなものだったんですが、これから音声ビジネスという意味では非常に今注目されているので、音楽だけでない情報収集っていうのを、まあ、いわゆる音声で楽しめるようになってくると、まあ、音楽にとってはちょっとライバルだななんていうふうにも思いました。はい、ということで、今回はこういう記事をピックアップしました。僕のウェルカムマンのサイトではですね、僕の、プロフィールなんかも載ってますし、ミュージックビジネスセッション以外でも、ロードトゥーグラミーというね、グラミー賞にまつわるアーティストの紹介だったりニュースの発信も行っておりますので、ぜひそちらもチェックしてください。それではまた次回お会いしましょう。ブラッシュミュージックのウェルカムマンでした。